え、古井戸です。それじゃあ行ってみよう。もう始まってんすか。始まってそうですけどもね、まあそんなわけでありまして、ここは、なんとかデパートでありましてですね、来ましたけども、先ほどそのなんとかデパートのですね、控え室に従業員食堂におりまして、置いたらですね、ちょうど昼飯時でありまして、女がバッとたくさん来ましてですね、みんなこの辺のスカート履いておりましてですね、どうしても僕は、またぐらい目がいってしまうんですけども、チロッと見ましたらストッキングが入ってたんです。その下に足が毛目じゃらはんですね。僕も割と男らしい毛が出て、毛爪が出ておりますけどもね。そんなわけでチャボ先生、チャボ先生も、今日も出てきておりますけども、そろそろ行きましょうかですね、それでは行きたいと思います。次の最初の歌ですね。これは冬の夜をやります。拍手どうしたんだ、練習しろ練習。一生懸命やれよお前らも。映ってないじゃん。あねしなにあいっぱい酒を引っ掛けて、あぐっすり眠れますようにと、夜明けを甘えに、鼓動を蹴飛ばして、赤風を引かないようにと、夜後ろの方が手拍子を手抜いておるようだけど、やれよこの野郎。愛知から赤酢を数え初めて、早く眠れますようにと、寒いな寒いな、この絵死にそう、風呂で温まりますようにと、夜夏の夜が恋しい、夏の夜が恋しい、夏の夜の蒸し暑さが待ち遠しい。あねしなにはいっぱい酒を引っ掛けて、あぐっすり眠れますようにと、夜明けを甘えに、布団を蹴飛ばして、風を引かないようにと、冬の夜ジャクジャケティリ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 リティ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 リ、
歌でした。ね、みんな夢の話してたんだけどもね、僕はね、やっぱりね、根が単純なもんだからね、昔からね、なんか流行ったりブームになったりするとね、みんなそれに憧れてね、切手集めなんか流行るとね、僕は切手博士になってやるんだとかね、新幹線ができるとね、新幹線のパイロットになってやるんだとかね、いろいろそういうね、夢なんか見てたりしたんだけどね、もう僕もやっとね、今年はね、二十歳の成人式を迎えることになりましてね、ほんで、それに特にね、今年は僕たち春にはね、LP も出ることになったしね、一生懸命とにかく今年は初めて死に物狂いにならなくちゃいけない年だと思ってね、頑張るつもりなんですけども、そういう夢のねことを歌ったね、新年にふさわしく新曲を歌ってみたいと思いますから、聴いてください。巡り合いという歌です。幼い時の夢を一つ一つ潰しながら、人は大人になるという、さようならと言って一つ一つ傷つきながら、人は大人旅に出た。
宿もなく、さすらいの歌歌いスケッチブックと旅続く。どうもありがとうございました。あ、すっかりですね、もう年も明けてしまいまして、もうなんかみんな今日はお正月気分で非常にみんな晴れ着を着ておりましてですね、もうなんか持ってる洋服の中で一番いいお洋服を着てきた子ばっかりでありましてですね、ちょっとこう場違いにお父さんがいらっしゃいますが、どうもこんにちは。はい、こういうのは初めてですか？ご覧になったのは初めて。あ、そうですか。なるほどですね。今日は娘さんと一緒ですか？あ、なるほどですね。やっぱり心配で、お父さんが一人いらっしゃってる。何も恥ずかしがることはありませんよ、ね、決して恥ずかしいことはありません。年代の相違を超えて僕たちみたいなバンドもおりますから、絶対にご心配なきよ。私も昨日はマイク・マキさんとかその辺とこう新年を祝ったんでありますけど、マイクさん、マイク・マキというバラが咲いたという有名な人でありますけど、あの人は私よりももう6つぐらい上なんでありますが、並んでおりますとどうしても私の方が上に見えましてですね、ものすごく寂しい思いがしますが、しかしもうだんだん年がこう増えていきますと年取りたくないというそんな惨めな気分になってしまいますが、しかしやっぱり母ちゃんぐらいの年まではぜひ自分も生き残りたいと思っておりますけど。お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さん、それはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今ここでこうして静かに目を閉じていると、お母さん、あなたの声が聞こえてくるんです。お母さんの声が聞こえてくるんです。
こえてくるんです。ヒバも聞こえるあの袋の声、僕に人生を教えてくれた優しいお袋。こら徹夜ナンバー外からこの子はテレッとしてお前早よ学校行ってこっか。お前近所の人からいつもなんて噂されようか知っとうとか。タバコ屋の竹田型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子ってお前噂されよっと。そんなことがどうしてまたこげん頭の悪か頃できたとかいなね。そんなこと母ちゃん情けなか、たーも情けなか。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかった。お前のこと子供はできとらんとるね。こんなことがお前いつもつまらん女にばっかり騙されておろうが、お前って最近の女はね、あんた父バンドの中には鎖のついたやつとかあるけども、父バンドの中にクラゲの頭のこと温めれて、あんた男をたぶらかすやつばっかしてお前。はい、お前学校行ってこんか。こんなこと情けなかも母ちゃん。待て哲也、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなことはらん立つ。うちの家業がタバコやからちゅうて、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前ザクトライオンで歯磨きよったないか。お前まだわからんとかこんなこと。母ちゃんのこの苦労が血と汗と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、こんなこと。このバカ息子、こんなこと魔法。行ってこい徹夜、またどこへでも行ってきなさい。母ちゃん、あんたのことは子供がおらんごってなったのなーも寂しい仲よ。が徹夜、一つだけ言うとくがな、人様の世の中で言ったら徹夜、働け徹夜、働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとか、そんなことお前いっぺんでも思ってみろ。そん時は徹夜、死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。分かったねてっちゃん、分かったね。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこよう。行ってこいてっちゃん、どこへでもまた行ってきなさい。行ってこいてっちゃん。今も聞こえるあの袋の声、僕に人生を教えてくれた優しいお袋。
一人の祭りには赤いぶどう酒のみ、まったくめでたいめでたいとつぶやき、アスファルトの道行く人波におめでとうおめでとうと、千鳥足千鳥足で、葡萄酒の苦さ甘さにこんなに顔をしかめ、僕の帰るところは一体どこなのと、夜明けの白け切った街に叫び叫びかけながら、千鳥足千鳥足で、千鳥足で、千鳥足という曲をやりましたがですね、今年もついに今年になりましてですね、74年だそうでありましてですね、虎年だそうでありましてですね、虎が笑っとらっていうのもありますけどもね、まあ何ですか、みんなまあここに来てる人たちはみんなね家族で正月過ごした人過ごしたりした人も多いでしょうけどもね、一人でこのね一人膝枕で肘枕っていうんですかね、膝枕なら結構なんですね、肘枕寝てる男とか女とかねいろいろおると思うんですけどもね、まあなんですが、今年あたりは74年はね世の中どうなるかわからないって感じでありましてですね、それがひしひしと今年は来るんじゃないかと思いましてですね、まあ大変この僕はあんまり初夢とかまあ見ませんからですね、昔は僕は寝小便垂れだったんですね、中学2年ぐらいまでね、だから袋がね僕は正月になるといつもねこの寝小便したあのシーツのねを頭に下にぶって入れてですねやらないようにってありましてですね、まあ大変この夢を持てる年だと大変結構なんですけどもね、いいですか、
今年も